救世主。私の体と魂はバラバラとなり、いずこかに飛び散ってしまった。お前が私の姿を見ることは叶わない。やだ、やだよ、龍神丸。
ずっと一緒に戦ってきたじゃないか。なのに、なんで。聞け、渡るよ。ドバズダーは蜃気楼のような悪意の塊そのもの。これまで戦ったどんな敵とも異なる存在だ。悪意の塊。ドバズダーにより総海山の人々から笑顔も夢も光も失われてしまった。それでも希望はある。総海山の竜人たちが力を与えてくれたおかげで私はまだかろうじて存在している。これは総海山。ここではないどこか、今ではないいつかの世界。ここではない、どういうこと。わかんないよ。龍神丸はそこにいるの。ねえ龍神丸。渡るよ、救世主として再び立ち上がって。待って、行かないで龍神丸。龍神丸。ひみこ、目を覚ましましたね、渡る。青龍士様。あ、トラ王。うん、なんでトラ王が。やっぱり僕負けたんだね。シャキッとしろ、渡る。そんなことじゃ龍神丸も浮かばれないだろ。そうだぞ、渡る。これでも食って元気出せ。そうだ、生きてるよ青龍飛様。龍神丸は生きてます。逆さまになった総海山のどこかにきっといるんです。あ、逆さまになった総海山。やはりこの水面の鏡をご覧なさい。あ、これです。僕が夢の中で見た逆さまの総海山。総海山つっても全然違うぞ。古よりの言い伝えに無双海山というものがあります。無双海山。逆さ総海山、龍の見る夢、さまざまな呼び名とともに伝わる。それは蜃気楼のようにたゆたい、幻のごとく浮かび上がる不思議な場所。ここではないどこか、今ではないいつかの世界であると。龍神丸も同じことを言ってた。龍神丸はきっとそこにいます。それはわかりません。あなたの話を聞き、こうして水面の鏡に映るまでは無双海山はただの伝承だと思っていました。そこがどんなところなのか、危険なところなのか。龍神丸は生きている。僕に言ったんだ。もう一度救世主として立ち上がれって。青龍飛様、僕行きます。逆さ総海山へ。わかりました。渡るの剣をここに。はあ。さあ渡る、その龍神丸を剣の上に置いて。はい。これは七魂の剣。あなたの旅の助けとなりましょう。ありがとう青龍飛様。一人旅にはさせねえ。俺様も行くぞ。あっちもあっちも。渡るを頼みましたよ、トラ王。はい、母上。エスキューズミー。気をつけ。へい。よし、行こうみんな。渡る、なんか光ってるのだ。ん？あ、渡るか。拙者だ、しばらくだ。カブだ。先生、無事なの？今どこ？安心せい、ピンピンしておる。ここは
ものの先生、もしもし先生、切れちった。声を聞く限りじゃどっかで元気にしてそうだ。心配ないさ。うん、そうだね。鞍馬や海彦たちもどこかでこの異変を感じ取っていることでしょう。清流殿に訪れたら吉名に伝えます。わかりました。ところでどうやってその逆さ総会山に行くんだ。この水面の鏡はその名の通り鏡面が水になっています。この水を大きな器に移し替え、その中に飛び込むのです。そういうことならお任せなのだ。ひみこみこみこひみこみこ忍法花柄になっちゃった。ん、何も起きないじゃないか。ユートミー、さあ飛び込むのです。ん、いくよー。あっちシーが一番。おお、ノースプラッシュ、さすが俺様の嫁。じゃ行ってきます。おい渡る、俺様より先に行くな。待ってて、龍神丸、僕が必ず見つけるから。あ、うわー、落ちてんじゃねえかこれ。で、渡る、お前いつ着替えたんだ。何この格好。あ、いや、その前にこの状況を何とかしなくっちゃ。メッセンジャーは誰なんじゃ。隠しって面白かっこいいぜ。